吉田さん、やっぱりね、R34を手放すなんてやってくれましたね。まあ、結果的には売らないっていう選択もあるかもしれないっていうのが一つありますけども、まあけどね、あそこまで思いを募らせていたその R34 を売却してみるっていうのも一つのドラマじゃないかなと思うんですよ。確かに借金の方に R34 を売るっていうのはちょっとね、じゅくじたるものがあると思いますけども、 R34 によって借金を乗り越えて今、まあ、一つのね、山を越えたとこじゃないですか。そこで最愛の相棒と別れることによって起きる感情のドラマね、これなんかドラマみたいですね。ドラマもだいたいシーズン1が終わるときって大切な人とのね、別れがあるじゃないですか。なんかこう自分の恩人が旅立っていって、お前に教えることは何もないみたいなことがあったり、あとね、なんかライバルが死んでその意志を受け継いでね、もっと強くなるんだみたいな感じで、まあ、これからが本当の戦いだね、なんとか先生に5000円ありがとうございましたみたいなね、ジャンプの最終回みたいなことがあって、なんか不意にね、なんかウルトラジャンプぐらいで続編がこっそり始まってるみたいな、そんなパターンじゃないかなと思うんですけども、いやいいじゃないですか、なんかね、うん、なんかびっくりして追加なと思ったんだけども、今ならなんか気持ちが分かるような気がしません。うん、新しいドラマになんかグッドラックですね。まあけど R34 がなんかこの誰かによって乗り継がれるっていうドラマはいいっすね。後継者といいますかね。うん、まあ私にはその後継者ってものがおそらくないんで、あらゆる面でだからより家族にいろいろ意思が寄っていくんじゃないかなと思いますけどね。うん、確かにね、速稼塾の後継者はいないですね。残念ながらね、優秀なやつはマインドセットがちょっとずれてしまったのと、うん、志があるやつは今一つ運がなくて優秀じゃなくってね、やっぱり久保哲郎は久保哲郎一代で終わりですね。速稼塾は速稼塾一代で、うん、まあそれもなかなかのドラマかなと思いますし、まあ速稼塾は私あっての、まあ、速稼塾だということで、後継者を立てるなんてことがね、やっぱり大それたことだったんですよ。まあでも万が一ね、大和くんが後継者になるようでしたら、まあそれはありがたいですね。うん、まあでも R34 には後継者必ずつきますよ。もっとなんかね、大富豪で車なんてね、10代も20代も持ってる人がなんか三輪車代わりに、お、R34 5000万安いね、まあもっとこうか、ほっとこうかみたいなね、吉谷さんがあのシートの脇に挟んだ千円札とか10年後とかにね、その大富豪があれなんだこれ、日本の金じゃないかとか言ってね、取り出すかもしれないですね。まあそんなことを想像しながら、ぜひ1年間の R34 ローンチ楽しんでください。私もしっかり見させてもらいますし、それを見て、まあナイト2000売るってことは考えられないと思いますけども、かぶせてですね、セルシオ30セルシオ売るかもしれないですね。ってこんなことは全然ドラマにならないですけども、すごいですね、吉谷さん、自分自身を脱ぎ捨てていく、まさに人生とは昨日までの自分にさよならすること、そのまま言ってるじゃないですか。いってらっしゃい。